毛主席記念堂は中国の首都北京の天安門広場にある毛沢東の廟中では防腐処理の上で保存された毛沢東共産党初代主席の遺体を観覧できるようになっている。入り口の毛主席記念堂の金文字の彫刻は過国法時代主席の記号。毛沢東死揮直後に時代の中国共産党主席である 国宝によって建設が決定され1976年11月に着工し、毛沢東市去1周年の1977年9月9日に落成した。毛主席記念堂前長蔵毛主席記念堂付近の地図入館には身分証、またはパスポートが必要である。平休日にかかわらず入場者が長い列を作っており、大抵入館までにかなりの時間を要すことになる。 朝一番は中国各地からの団体客が多く最も混雑する時間である。貴重品以外の持ち込みは厳禁。手荷物は列に並ぶ前に預かり所に預けること。荷物預かり所は天安門広場の外、道路を隔てた東側の建物内にあるため要注意。特にカメラの持ち込みは禁止されており、長時間行列した後でもポケットの膨らみ。 金属探知機などで係員に発見されると、預かり所に行った後並び直すように指示される。ボディチェックについては強化されており、入場者は敷地内の小屋で金属探知機による検査を受けなければならない。長時間の行列を経て、ようやく敷地内に入ると、喧嘩用の花を安価で販売しているのが目に入る。さらに敷地内を行列したところで、 ようやく天安門に面した北側の入り口から入場する。ここではパンフレットを安価で販売している。入場したところが、北大町で中国の風景画を背景に大理石の毛沢東座像があり、花を購入した人はここで喧嘩する。道内はここで左右に分かれる。次の部屋は、占領町で正面の白い大理石の壁には偉大な領収にして偉大な同士である。 毛沢東主席は永遠に口ないと書かれた金文字が刻まれ、数人の兵士に守られた水晶の棺の中に永久保存を施された毛沢東の遺体が胸から下を中国共産党旗で包まれた姿で安置されている。館内には至るところで警備員が睨みを聞かせており、立ち止まることは禁止されている。専業庁の次は南大町であるが、ここは 現在、毛沢東グッズ、土産物売り場となっており、毛沢東に対面した直後との雰囲気の落差が激しい。一般人はここで出口から出ることになるが、2階には、毛沢東、周恩来、劉正旗、出徳、陳雲、東昌平の6人の革命業績記念室や映写室があり、国賓、洋人や中国人民解放軍等の許可された一部、 団体は見学できるようである。基本的には午前8時30分から11時30分まで、および火曜日、木曜日は午後1時30分から4時までとなっており、7月8月は午前のみ、月曜日は休館となっている。しかし実際には政治情勢や国賓の訪問などで突発的に休館になる場合が多く、行列の出来具合により開館時間もよく早まり、 行列の後ろに並ぶことができる。最終時間も現地まで行かないとわからない面がある。無料であるが、財布やパスポートなどの貴重品以外の手荷物はすべて有料で、預かり書に預けることになる。またパンフレットも有料である。ただしすべて安価である。ありがとうございます。